すごいですよ。撮っていいですか？撮りますよ、はい、すごいな。何ですかこれ、何かけてるんですか？これは切削油って言って、熱をすごい持つんで、それを冷やすために。すごいプログラミング動いてますよこれ。奥さんから聞いたんですけど、ドキュメンタリーに興味があるそこそこ、なんかあれ面白そうだなとは思いますよね。なんでそう思ったんですか？なんか自分の紹介動画でもあれば。あんまり知られてないから、こういう仕事とかね。何業っていうんですかこれ？金属切削。削るってことか。削るんですね。お一人でいらっしゃいますけど、従業員さんとかもいないんですよ。え？一人でこれ行けます？機械。多分一人で、まあ。僕あのシンプルに思うんですけど、これとか一個いくらなんて？万円ちょっとか。3万円が安いか高いか分かんない。でもこんなのが100本200本ある。100本こう200本あったらもうそれだけで何百万っていくじゃないですか。お金かかる。初代ですか？僕3代目。え、お家はどこにあるんですか？ここです。え、ここ？この上になります。あ、じゃあ大垣園住居。そうですね。外から見たら全然分かんないですよね。だってお隣とかザ・町工場でしたけど、そっちも一番悪く言ってる。町工場感を出さないのがいいんじゃないですか。あ、町工場感を出さない感じ、うん、なんでこんな作りにしてるんですか？スマートじゃないですか。絵の場に中でちょっとすごいことやってるぞみたいなやってますよ。まず行きます。これはまだ一番あんまり削ってる感じじゃないかな。おお、シャンプー変わった。変わった。変わるの一瞬だった。おー、ドリル。おお。ほんとだ、すげー出てる、すげー出てる。でもこれが全部やるとこっちになるんですね。うん、うちはバイクとか車のレース関連の部品を主にやってるから。最初はこういう塊で、あ、これをこれにする。そうそうそう、だからこの下の部分を今こうやって挟んでるんですよ。確かにわかるな。あ、わかる、あ、わかるわかる。これは？これはだから全部ツーリングですね。さっきのこういうものこっちが削れる方だ。お、カチャってはめる、うん、まあホルダーですよね。これなんですか、この数字。これはね、イメージって、おお、すごいな。え、この 7.63、7.64 はどう違うんですか、うん、ミリ？100分の1ミリ違う。こういうのが横でこういう風に回りながら近くに削ったりとか丸に削ったりとか。妻のおじいちゃんがもともとやってて。奥様のおじいちゃんが、うん、最初始めた初代ですね。あ、じゃあおさむさんのお父さんとかおじいちゃんがやってたわけじゃない。うん、あ、そういうパターンも。もうだから就職して3ヶ月ぐらいで前の会社は辞めちゃったのかな。もともとは戸田建設っていう建設会社。建設会社トビさん、いや、あ、現場監督ですよね。あ、
うち家が金属なんだっていうことを言われた時はどういう感じだったんですか。まあ一応工場も見せられたけど、はっきり言ったらよく分かってなかったから。作業を見させていただいて、そのドリルっていうんですか、そのめちゃめちゃ種類あったじゃないですか、部品も全部覚えて、大変じゃなかったんですか最初。まあ大変ですよね最初。最初 1,2 年は、何やってるかわからないぐらいの感じですよね。もう言われたことをただひたすらやってる。で3年目ぐらいにどういうことをやってるのかがボロゲに分かってくるぐらいですよね。でもそうやってお父様から習って託されたのがいつぐらいなんですか。もう10年以上前ですかね、10年ぐらい前かな。そうですね。で実際本当に一人でやり始めたのはもう6、7年前ですかね。この仕事やってて楽しい時ってどういう時ですか。楽しい時はやっぱりその形になってくるところですかね、品物はね。まあ大体は、丸だったり四角だったり単なる材料なんですけど、それがもう複雑な形状に仕上がってくる工程は、まあ楽しいですよね、最後出来上がりまでいくと。営業力はないから全く、技術力を上げて仕事を取っていくしかないのかなって感じ。あそこ、あれなんですか、夢って書いてますけど。あれなんか、それっぽく良さげに見えるから、額縁に入れただけだ。おさぐさんの夢って何ですか。僕の夢、まあ、テニスで優勝することだね。どういう感じでやられてるんですか。あ、結構あるめちゃめちゃあるじゃないですか。まあ例えばちっちゃい、横浜市とかだと大きいですけど、まあ、例えば50歳以上の、綾瀬市民大会のシングルダブルスとかで、あ、それは何、金属関係ない。関係ない。テニスが趣味。それだけ。それを大げさに言ってた。あ、そうか。全然違う。もう普通のスクールに行ってるおじさんテニスプレー。